日本埼玉県蓮田市見沼町見沼町は埼玉県蓮田市の町名。現行行政地名は見沼町のみ。定番を持たない単独町名である。住居表示実施地区。郵便番号は349-0127。埼玉県東部、蓮田市南部に位置する。東側で関山と上に、南東角で本町に、南側で末広と御前郷に、西側で、 綾瀬とハスダに北側で関山に隣接する。北西部を埼玉県道3号埼玉栗橋線がかすめる。住居表示の実施により成立した。全域が主街各域に指定されており、主に住宅地として利用されている。主に生産緑地地,地区は5カ所存在する。住宅地の地価は2019年7月1日の埼玉県の地価調査によれば、 見沼町3007番1の地点で112000円平方メートルとなっている。2020年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は宇都宮線蓮田駅であり、見沼町3007番1の地点から約580。 メートルの位置にある、朝日自動車により、ハ田駅西口発着の路線バスが運行されている。ありがとうございます。